バーワイルドシェイクを使ってスタイリングしていきます。こちらの商品は何度でもスタイリングができるのが特徴で、かつ束感をすごい出しやすい商品になっています。全体で全体に広げて表面を軽く擦るような感じで全体につけていきます。で全体につけていくだけで結構束感が出てくるので、手についてるワックスがなくなるまでなじませていきます。なじませただけでも結構束感が出るので、細かいところは全体のバランスを見て締めすぎず自然な感じになるように、少し前髪とかも高さが出るように毛先をねじったりしてセットしていきます。何回でもセットできるのが必要なので、あんまり決め込みすぎず、ラフな感じで仕上げるといいと思います。はい、完成です。